パワージェッツリミテッドは、フランク・ホイットルによって、ジェットエンジンの設計と開発のために設立された、イギリスの企業である。1936年1月27日に、ホイットル、ロルフ・ダドリー、ウィリアムズ、ジェームズ・コリングウッド・ティンリングと投資銀行、オーティ・ォークパートナーズのランスロット・ロー・ホワイトによって設立された。当初は、ラグビーのブリティッシュ・トムソン・ヒューストンの施設を、 拠点とした。さらに創業者たちによって会社は当初複数の計画を支援するための協力者を BTH から借り、後にパワージェッツは空軍からの融資によって一人または二人を雇用することができた。1940年代の初めには25人が勤務した。パワージェッツの設計は初のターボジェットへエンジンでパワージェッツ W1 はイギリスで 初めて飛行したグロスター E28-39 航空機の動力だった。W1 は同様にベル P-59 の動力としてアメリカのゼネラルエレクトリック J31 として生産された初のジェットエンジンでもある。パワージェッツ W2 はローバー車で量産することを意図していたが開発の遅延により後にロールスロイスに移管され、 ロールスロイスウェランドとして初期のグロスターミーティアの動力用に量産された。派生機種であるパワージェッツ W に700は超音速研究機マイルズ M52 のために開発されたが搭載予定の航空機は予算削減により完成しなかった。M52 用の W に700は初めてアフターバーナーを備えた設計のエンジンの一つだった。 1944年3月28日、ホイットルは航空省との会談後、13万5000ポンドでパワージェッツ社の国有化に不満を抱えながらも合意して、会社はパワージェッツリミテッドになった。第二次世界大戦後、ファーン・ボローのロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントのタービン部門と合併して、国立ガスタービン研究所に改祖された。 パワージェッツ W2-700 エンジンはイギリス初のジェットエンジンで飛行した航空機であるグロスター E28-39 とグロスターミーティアに搭載された。ジェットパイプの中の茶化色の物体は博物館への来館者が尖った先端部で怪我をしないように保護するためのコルクである。当然ながら実際の飛行時には除去されていた。ありがとうございます。